元乃木坂46の秋元真夏31が4日 TVer 配信番組スポルトオン TVer にゲスト出演。米大リーグドジャースの大谷翔平投手30に関するエピソードを披露し、元プロ野球日本ハムの杉谷拳士33を驚かせた。番組では米大リーグのポストシーズン PS の地区シリーズが5日日本時間6日から各地で開幕することを紹介。大谷や山本由伸投手26が所属するドジャースはワイルドカードシリーズを勝ち上がったパドレスと対戦する。秋元は普段から大谷のニュースを見たりしますと明かすと、その流れで私の弟が韓国へ旅行に行った時に大谷選手がホテルからバスに乗り込む瞬間を見れたって、大興奮で連絡が来て羨ましいって家族全員盛り上がってましたと話した。突然のエピソードに杉谷氏はちょっと待って、マジでとんでもないのぶち込んできたなぁと驚きの声を上げ、さっき言ってくださいよ、びっくりしちゃった、羨ましいよ、バスに乗り込む瞬間でも見たいよ、こっちはとツッコミを入れていた。ドジャースは今年3月20日、21日に韓国で公式戦開幕シリーズを戦っており、秋元の弟はその際に大谷の姿を目撃したと思われる。秋元は乃木坂46で2代目キャプテンを務め、2023年2月にグループ卒業後はタレント、女優として多方面で活躍。乃木坂時代からいじられ、キャラで知られ、人気を集めている。